チェアリーディングが私のこう学校のあのなんていうんですか、看板といいますか、あの全国で優勝するようなとこだったので、そこで入ってやってたので、もう本当に部活少女って感じでした。なのでなんかまあ今思うと、そのやっぱりこう全国1位を常に目指してやっているチームだから、1位以外に興味がないっていう、むしろなんかそこだから結構まあストイックなのはそこから始まったかなって今思うと、はい、なのでもうそれに明け暮れてた感じですね、はい。そのスポーツ推薦で大学に行ったので、まあそのやりながら、まあそういうちょっと遊んだりとかしながら、まあ、一番なんだろう、楽しくなり始めたぐらいですか、20歳、なんかこうなんか成人式で一個大人になるみたいな、まだふわふわしてますけどね、はい。でもやっぱ25でバラエティにでを挑戦して、世の中に出てからこう知っていただいて、そこからそういうあの28ぐらいでそのあのドラマに、あのなんていうんだろう、あの時ってまだ書き上げてて、なんかこうそういうちょっとなんかこうまだ全然中村アンとしてこう走り出したぐらいで、そこでまあお芝居というかまあドラマに出させてもらって。まあ、なんかこう導いていただいて、でそのラブリランが29か30ぐらいで、そこからやっぱこう、あすごいなんていうんですかね、お芝居が全く分からなかったですけど、なんかこう少しずつなんかこう演じるとかいうことをなんか学んだ感じで、まあ、いろんなことをこう教えてもらったので、あれは一個ターニングすごいポイントで、まあ、だから25、30、で今今年37か、だからまあ30だから、去年舞台とかをやったりして、まあ、5年刻みでなんとなく自分の中でこう向かう先をなんかこう照らされてる感じなのかなって、はい。全然ないですよ。もうなんか不思議な、それは家族とかが一番びっくりですよね。だから結構うちは結構保守的な家なので、本当にあのなんだろう、福利厚生があるちゃんとした会社に入ってほしいみたいな固めだったので、ただ私はなんかこうチャンスがあるならやってみようっていう好奇心が割とあるので、やってみたいっていうので機会もあったしっていうので、ここまで、ただそうですね、なんかこう、はい、欲はどんどん、お芝居はすればするほどなんか分からなくなるし、なんか楽しくもなるしみたいな、はい、不思議な魅力があるなと思います。